皆さんごきげんよう。毎日サプリメントのモエペロとリアムです。アムチということでですね、皆さん本日ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、本日ですね、私ついに決断をする日が来たのかなと思った出来事が起こりました。今日朝起きて、私はネイルの予約が入っていたので、まあ、チャリで上野まで、本来ならば10分ぐらいかかるところを、まあ、3分ぐらいで、私早いのでチャリを漕ぐのが、到着したんですけれども、私のね、自転車のヨッシー号っていうママチャリがあるんですけど、ヨッシー号はね、電動自転車とかじゃなくて本当にママチャリなんです。ホームセンターで買った3万円の、まあ、変速機付きのママチャリなんですけど、そのヨッシー号のね、調子がちょっとおかしかったんですよね。まあ、正直言って久しぶりにヨッシー号乗って、1週間ぶりぐらいかなにヨッシー号に乗ったら、こう普通の道は大丈夫なんですけど、こう溝とかを渡るときにガンガンガンって言うようになってしまっていまして、でタイヤにも空気がないという状態で、へーみたいな。ヨッシー号って私と、まあ、4、5年の付き合いなんですよね。でマーヤと一緒に選んだ思い出の自転車でもあるので、そう簡単に手放したくないんです。私はもっともっとヨッシー号に頑張ってもらいたいって思ってたので、次買うときは電動自転車しようって思ってたんですけど、それはもっとずっと先の話だと思ってました。でも本日そのガクガクって言ってて、私はお構いなしに浅草とかかっぱ橋とかを徘徊してたんですよ、ヨッシー号で。そしたらね、自転車さんがあって空気入れが無料ってことだったんで、とりあえず空気入れを使おうと思って空気を入れていたら、自転車屋さんのおじさんに話しかけられまして、あのすごいね、ホイールっていう部分がすごく曲がっているということで、お姉ちゃん危ないよ、この自転車乗り続けるのっていう風に言われたんですね。そのホイールが曲がってるから、もういつ車輪がもう車体から外れるかわからないっていう風に言われまして、ショックで、ヨッシー号と長い付き合いをしてきた、それももちろんあるんですけど、私あのたびたび動画でも言ってるんですけど、まあ、チャリを漕ぐのが早いという、まあ、ステータスと言いますか、そういうみんなあるでしょ、その学歴がね、例えばあの早慶だったりとか東大出身ですとか、はたまた帰国子女ですとか、身長が189センチありますとか、女の子でもね、私は170センチ、45キロですとか、そういうのと同じぐらい私はチャリを漕ぐのが早いっていうことにすごく誇りを持ってたし、それって電動自転車だったら、まあ電動だからやんって言われてしまうって思ってたんです。だから次買うのは電動自転車って決めてたけど、そんなね、こんな急に突然にその日はやってくるかって思ったんですね。で、まあ自転車屋さんにですね、応急処置をしていただいて、とりあえずヨッシー号は危ない状況ではなくなりました。ですが、そんなもう1年も2年もヨッシー号とは付き添えないということで、で電動自転車を勧められました。まあ正直言いまして、私も30歳に来年なるということで、体のガタが来てしまっていますし、次また普通のママチャリを買うかって言われたら電動自転車が、せっかく買う、何枚も出して買うんだったら10万円ぐらい出して電動自転車に買おうと思ったんですけど、まさかね、こんな唐突にヨッシー号が重篤な機械、重篤な症状
に陥れられてるなんて知りませんでしたし、私が自転車を漕ぐのが早いって目的地まで40分って Google マップで出たのに18分で着くっていう、その自慢って電動自転車になっても通用しますかって話なんですよ。普通のママチャリだったからおもろかったんです。私っておもろい女ではなくなってしまうかもしれないです。ここで皆さんに、とりあえずご報告をさせていただきました。私とヨッシー号がこれからも一緒にいられるように、そしてヨッシー号がもしお堕仏になってしまった際に、私の預金に電動自転車を買うお金がありますように、皆さんで祈っていただければと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。